高橋由一チャンネル。安倍前首相や閣僚が靖国を参拝しましたが、解説お願いしますという質問が来てます。まず靖国に参拝するっていうのは、まあ多分日本人だったら普通の発想だと思いますけどね。戦争でね、非常に辛い思いされた方々に、まあ心からですね、哀悼の意を表するっていうのは当たり前だと思いますけどね。で、8月15日っていうことで、日本人の心の中ではこの時に、まあ天皇が玉音放送で、ポツダム宣言の受諾について日本国民にきちんと示したと。と、はい、いうことで、8月15日が終戦記念日っていうことになってて、まあ日本国民にちゃんとポツダム宣言の受諾を示したってことはね、そこで戦争終わりでしょっていうのが日本人の気持ちであるんですけどね。はい、だから私はこの日についてはちょっとね、いろんな苦い思い出が、苦いっていうかですね、海外においてのね、経験がありますね。ちょっと話をしますけれど、はい、私は国際関係論っていうので、アメリカのプリンストン大学ってところで留学してたんですけどね、やっぱりこの日になって終戦ではないという話をしたら、いろんな国からそこには研究員で来てんですよ。いろんな国の人がたくさん来てんですけどね。そしたらみんなから、お前何言ってんだと、終戦記念日は9月2日だぞって言われて、って言って驚いたことあるんですよね。で、話聞いてみたら、調印したのは水号の上乗って、調印したのは9月2日だからだと言われた。はい、それでもうみんなそうだった。8月15日って言う人は知らなかった。でも私はでもそういう、日本人がちゃんとそうやって意思表明したからって言ったのに、それは違うとみんなに言われた。それで、日本人が思ったって、戦争と相手のある話だから、ちゃんと調印しないと終戦にならないよって言われたんですよ。で、その中でロシア人なんか調子よくね、9月の2日まではね、だから戦争終わってないんだから、その間の行為は正当化できるとか、ね、変なことを言ったんでね。でも、ちゃんとあれじゃあ、日ソ不可侵条約違反じゃないかって言ってね、いろんなこと言ったんだけどね、もう誰も味方してくんないの。もう結構悲しかったね、これはね。私の思い出の中ですけどね。だから、8月15日、日本人はもちろん心の中で、戦争のことを忍んでね。はい、まあ、絶対戦争したくないと思いで、みんなさん、すぐに参拝するんだけどね。それはそれで、絶対に戦争したくないって気持ちは重要ですよ。はい、戦争すると、こういう目に遭うのかって、はっきり言うと、終戦の日も自分で決められないのか、というふうなことを思った次第でありましたけどね。でもね、この8月15日に皆さん行くんだけどね、はい、この時に、私昔ね、ある閣僚の人からね、相談向けたことあってね、はい、それはね、その人はね、親族で、やっぱり戦争のに、の犠牲になった方おられて、ずっと、ね、閣僚になる前は、はい、靖国に行ってたんですよね。で、それが行けなくなっちゃうと。これはすごい辛いよと。靖国に行けないってのは辛いな。それはなぜかっていうと、はい、マスコミが張ってるから。張ってるんですか？張ってるの。要するに、閣僚になると、また大臣番っているでしょ？はい。それは結構見てるんだよね。へぇー。だから、いや、でも大臣番も朝来るから、実は、夜中とか、行っちゃったら分かんないんじゃないですかって言ったことあるんだけど、でもちょっとなかなか行けないなって言って、それで結果的にはその方は公式には行かなかったらしいんだよね。ただ、ちょっと他の人、ちょっと、もで聞くとね、なんかこっそり言ってたみたいだったんだけど、報道されないから全然わかんない。ああ。報道がなければ全くわかんない。大体ね、参拝するとかこういうのはわがまゆみというのに近いような話だから、はいはい、なんで報道するのか私には。ついぞわからないですよ。でずっと思っててね、要はマスコミさえ報道しなければ、はい、なんてことないでくて、マスコミ報道しなければ、誰もわかん、ね、その人はもちろんわかってんだけど、はい、心の問題だからね。それで、あれでね、中国と韓国は気がつかないよね。ああ、そうですね。で、どうしてこんなマスコミを報道するのかなって、ずーっと思ってんだけどね。だから、まあ、もちろんね、まあ、玉串を払ったり、ちゃんと中に入って正式にやればね、はい、まあ、気がつくんだけど、でもマスコミいなければ、はい、だから仮に、全くマスコミが報道しなかったら、はい、何の問題なの？外交的な問題はないんだよね。不思議でしょうがない。だから、もともとこれ、歴史から言ってもね、はい、某英新聞がね、はい、まあ、なんか、すごくプレイアップしたってところから、中国、韓国なんかいろいろ言うようになったってところもあるから、なんかどうも、両者が連携してんじゃないかなと思って仕方がないの。で、誰のために報道してんですか？この話をマスコミ報道しなきゃいいんじゃないのって言ったらね、はい、もうね、マスコミしてみんな怒るんだよね。こんな重要な問題って。でも、重要って言ってもお墓参り行くような話がどうしてなのかな。おいすぐ質問も決まってて、詩人ですか、公人ですかってわけのわかんない質問でしょ。
ずっとしてるんだよね。だのためにじゃああんた取材してんのという感じもするんだけどね。マスコミ絡みで言うともう一個質問が来てて、あのテレビ朝日の社員がカラオケで打ち上げして転落して救急搬送したりしてましたけども、うん、その企業のベストな不祥事の対応方法を教えてくださいという質問も来てるんですけど、これはね、あの私の周りもね、いろいろとこういうにアドバイスを求める人もいて、はい、その人、そういう人に対してね、時々ね、マスコミ出身の人がね、俺に任せろって言うんだよね。これ最悪。最悪なんですよ。もうマスコミ出身の人にマスコミ対応を任せたらもう本当にひどいことになる。だってあのほら、まあ、ちょっと前に日大のあのアメフト事件があったらさ、あんなんだってもうね、マスコミに任せたら俺に任せろ的なんだけどね。ま全く癖が役に立たない。だから、企業の、不祥事対応の時にはね、とにかくね、関係者にマスコミ出身を除くっていうのは私はベストなやり方だと思いますよ。これあとは常識だけどね。はい。あとね、やっぱり、ここもそうなんだけど、マスコミだけに、を記者会見かす、なんかすると、はい、結構切り取られやすいから、はい、だから、これはね、記者会見もしつつね、YouTube で発信するというのは、私はいいと思いますよ。はい、私も聞きたいの時やったでしょ、マスコミの出身者いらないで、全部自分でやって、で、はい、全て、あの、そこで喋る。で、その積み隠しちゃったらダメなんだけど、はい、まあ、あの、マスコミも入れてもいいけれど、マスコミが切り取られないようにやるというのが、私の、まあ、あれですね、不祥事対応ですね。ちなみに、このカラオケ打ち上げの件は、どう思ってます、うんうん、ちょっと冗談っぽいお話だよね。なんか、この、テレビ朝日の社員が、あのオリンピックでやったクライミングってあったじゃない、はい、あれをやったのかなって一瞬思っちゃったよね。なんかもう信じられないような話だよね。報道関係者なんで当然ワクチンはもう打ってるから、うん、別にいいんじゃねっつってやったんじゃねえかっていう話もありましたけど、ワクチン打ってるけど怪我しちゃいかんでしょ。怪我しちゃいかん。これはどう考えても。カラオケ自体は別に問題ない。あ、今度のね、対応としてはね、うん、あの、ワクチン打ってる人っていうのは、かなりの程度、うん、あの、いろんな意味で、こう、新型コロナから、プロテクトっていうか、はいはいはい、プロテクトしてるわけでね、はい。あの、そしたらね、ある程度社会的に活用した方がいいと思いますよ。うん、あの、ワクチンを打ってる人は、はい、あの、全員、なんだけど、行動の自粛っていうふうに言うんじゃなくて、はいはい、ワクチンを打ってる人は別に、普通の行動でも、そんなに大きな問題はないでしょう。うんうんうん、あと、ゴッドトラベルがみんなダメだって言うんだけど、うん、ワクチン打ってる人は、あれだよね、別に行ったって構わないでしょ、はい。私の知り合いのホテルなんかは、ワクチン打ってる人は、2回打ってる人って証明書を出せば、あの、宿泊料金を、何千か割引きますって、そういうのをインターネットでちゃんと広告してるよ。で、聞いたらね、ワクチン打ってる人の方が、あの、手間がかかんないし、あの、対応が楽だから、はっきり言ってましたよ。だからそうやってやっぱり、ある程度打ってたら、これは差別とそういう言い方する人いるけれど、うん、社会的にはね、ワクチンを活用するって手もあるんじゃないですか。これは、だから、怪我したのが良くないっていう。怪我したまずいでしょ。だから怪我しなければ別に全然、ニュースにもならんでしょ、はっきり言えば。うん。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。